はい、こんばんは。こんばんは。今回はですね、地元の同級生のみーくんとあやとですねと一緒に調合をしたいと思います。で、2人ともエギング慣れてないんで、ちょっと接待していきたいなと思います。それではレッツゴー。いつもね、行っている道から満潮で行けないので登山中です。マジこれガチ登山やけど、本当にほら、見えるかな、山。無事海べたに到着。いやー、行けないんじゃないのこれ。また長靴正解。ここまでしてイカを釣らなくちゃいけないのかって話なんだ。でもイカが釣りたいんだもんね。これいけるかな。待って、ギリギリやった。あぶね。楽しか。久々やもん。こ、おー、動いた。この瀬戸際感がたまんないね。お、見てイカ。ほら。ほら、たまったら絶対すくえるレベル。さ、クラゲじゃない？いや、イカイカイカ、オリイカ。あ、そっちか。ほら。手前分でやった。かわいい。かわいい。で、逃げないというね。よし、行きましょう。バイバイ、アオリン。うえー、着いたぜー。やっと釣り場に着いたので、ね、1投目ですね。2人とも向こう反対側、真後ろを投げてるんで、ちょっと逆サイド。ここは潮が効いてるかどうかがすごい重要になるポイントなんで、聞いてなかったら辛いですね。大丈夫ね、聞いてます聞いてます。で、引き当たりも少しあるんで、あんまり強めではないんですけど、一応軽村の軽村チェリーのノーマルでスタートしています。塩はないし、右に流れてます。来たね、来ましたね、いましたよ、手前の方が。来ましたね、いましたね。いやー、そんなに大きくはないかな。ナイスキャッチ。遠目でいっぱい。いいじゃないですか。いい肌持ったんですよ。イエーイ、ナイスー。そう、エギ何枚来たっけ。知らん。おめでとうございます。ありがとうございます。ここちょうど暗くて見えないけど、バンドの入り口になってるところで、結構真ん中の方はドンブカになってるんで、駆け上がりのところをそうテンポを変えながら探っていきます。ほらね、思ったよ、当たったもんね。おいしゅー、ナイスー。サイズはちょっと
見込めないけど。サイズダウンですけど、ちゃんと釣れてくれましたね。ちょっとこれはリリースで。エリガチさん。スーっていった。気持ちよかった今のは。ムラムラチェリー無双中。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。すごいアピールする。いやでも釣れてよかったマジで。2人ともエギングはあんまり慣れてない感じで、釣ったりとかね、ちょっとこう場所を教えたりとか、こんな感じでっていうのを説明しながらしてね、見事釣ってくれたんで本当よかったです。これを見てもらってナイス絶対釣行と思った方は、チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。それではまた。